どうも、阪神情報局です。今日もタイガーソン最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが5月13日の土曜日なんですけれども、今回の動画は昨日明らかになった石井投手の緊急抹消について、 キャンプから誰よりも結果を残し、開幕一軍掴んで、素晴らしい投球を見せてくれていた石井投手。ですが、そんな石井投手が昨日抹消。で、岡田監督は長期離脱の可能性も示唆したということで、今後石井投手はどうなっていきそうなのか、そして新たな入れ替えは起きそうなのか、岩佐投手自らが出したゴーサインについても深掘りしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、今回ご紹介していくのは石井投手の緊急抹消について、 タイガースはこの週末、周囲首位攻防戦ね、戦っていますが、まずは第一ラウンド、タイガースが勝利。で、それによって、首位ベイスターズとは1ゲーム差。もちろん、まだまだゲーム差を気にする時期ではありませんが、上位をしっかり叩いておくというのは大事ですし、その中で初戦取れたのはめちゃくちゃ大きい。で、ここまでね、タイガースは貯金5つ持っていますが、やはり今シーズンも安定感抜群なのは投手陣ですよ。まあ、先発防御率もね、3.00と、いい水準でここまで来ていますが、なんといっても救援防御率、1.74というのはセリーグトップ。本当にそれぞれのピッチャーがどの場面で 投げててても損色ないぐらいいいいいぐらパフォーマンスととうのをずっと見せてくれていますがその中でも今シーズン素晴らしい投球を見せてくれているのが石井投手ですよね。石井投手は昨シーズン18試合に登板して防御率が0.75。新たな進化を見せてくれて今シーズン突入したわけなんですが、まあ、岡田監督が秋のキャンプの時点で石井はいいストレート投げてるとこのように絶賛してそこから突入した春のキャンプ、まあオープン戦でもね、とにかくゼロを続けて誰よりもアピールしてきた選手。で、その流れでシーズン突入しましたが安定感変わらず、ここまで13試合登板して防御率 が0.601勝0敗5ホールド15イニング投げて奪った三振9つ与えたし支給わずか1つで左率が2割3分2厘という数字でやっぱり今シーズン石井投手の飛躍を支えているのは新球種フォークなんじゃないかなと右バッター対策として石井投手がオフから取り組んできたこのボールですが、まあ、石井投手の去年と今年の球種別割合見ていくと、まあ、ストレートの比率というのはほとんど変わっていませんただ石井投手の得意球シンカーであったりその他の変化球の割合が減ってフォークがだいたい20%以上、まあ、このフォークボールのね打率は1割台とということで。まあ オーープンンン戦のの段階からバンバン空振り取っていたこのボールで、すすがシーズン入っっててもししかり通用してますでそんな石井投手にとって、特におとといの試合というのは忘れられないものになったでしょう。というのも5月の11日のスワロー戦、この日石井投手は8回に2番手として登板。まあ、2アウトから山田選手にね、ヒットを打たれて、村上選手フォアボールで、2アウトランナー1塁2塁のピンチを背負いましたが、サンタナ選手は高めのストレート。まあ、石井投手の一番の武器であるね、このボールでしっかりファーストファールフライに抑えて無失点。で、その裏に味方ら線が勝ち越して、石井投手はプロ49試合目の登 本当に我々タイガースファンとしても石井投手の1年目からの流れを見てますからね本当に感動的な一日になりましたが石井投手はコメントで自分だけの力ではない前監督の矢野さんにも1年目から使っていただきましたが岡田監督にもチャンスをいただいていいところで出番をもらってる本当に感謝しています自分はまだ1年間通して働いたことがないんでガツガツ行くだけ一歩ずつ進んでいきたいと思っていますとこのようにさらなる飛躍というのを誓っていました、まあ、まさに石井投手は這い上がりの男ですよ、まあ、先ほどご紹介した石井投手のコメントにもありましたが 前監督が1年目から抜擢、まあ、しかもいきなり勝利の方程式に組み込まれていましたから、まあ、石井投手がどういうスタート切ってくれるか注目していましたがそのルーキーイヤーは18試合登板で防御率が6.23、まあ、石井投手自身なかなかいい投球できない中ドラフト同期の佐藤選手伊藤投手中野選手はそれぞれ新人特別賞受賞、まあ、この3人も石井投手と同じく開幕1軍に名前を連ねてそこからずっとね継続的な活躍見せてくれていましたからやはり石井投手からすれば本当に悔しい思いがあったでしょうただそこから石井投手は自分の序列を どどんんん上げてやっと掴んでプロ初勝利我々タイガーズファンとしてもここからだっていうね。まあ、そういう思いというのがまた強く芽生えましたが、そんな石井投手昨日の試合前に登録抹消が発表されました、まあ、我々タイガーズファンからすれば、もしかしたらリフレッシュ抹消かなっていうね。まあ、そういう見方というのもありましたが、岡田監督は登板中にちょっとおかしくなったみたいやから、俺も終わってから聞いたんよ。本当はヒーローインタビューやったんやろと、このようにコメント。まあですので岡田監督のコメントを聞く限り、リフレッシュ抹消ではないなと、何かしらアクシデントがあったのかなというところだったんですが、石井投手の は腰痛。岡田監督もちょっと休まなあかんみたいやとこのようにも語っていますがもしかしたら石井投手腰の疲労骨折かもしれないみたいなんですねまあ、その可能性が高いということでもしかしたら長期離脱になるかもしれないいやちょっとこれは心配ですよねまあ、腰の疲労骨折というとやはり岩佐投手が思い出されます岩佐投手も腰の疲労骨折から腰椎分離症を2度発症して、まあ、なかなか思うように投げることができませんでしたからねまあですので石井投手が今後どうなっていくかまだ正式なリリースがないんで何とも言えない部分ではありますがまずはしっかり直してほし これが我々タイガーースファンンののの一番の思いいででですすシーズ戦戦っていく中で欠かかせない巨大戦力ですから石井投手の今後は注目ただその石井投手が抹消になったことによって今後考えていかなければいけないのが新たな中継ぎ運用それというのも昨日石井投手が抹消になったタイミングで新たに浜地投手が1軍昇格、まあ、浜地投手に関しては今週始まった段階ですぐに1軍昇格に備えていましたというのも安藤コーチの当時のコメントですがまあスタンバイ最初は7人で中継ぎの登板具合とか疲労具合で考えていくとこのようにコメントしていてその流れで実際浜 ハマチ投手が昨日一軍昇格を果たすという形になりました、まあ、ハマチ投手といえば昨シーズン52試合登板して今シーズンもセットアッパーとして期待されていましたが今年はここまで5試合登板で防御率が14.54、まあ、特に4月11日のジャイアンツ戦では2被弾喫するなど次の12日に登録抹消という形になりました、まあ、ただそこからね、ハマチ投手は2軍で6試合登板して防御率が0.006、まあ、イニング投げて奪った三振3つその中で与えた四死球は0ということでハマチ投手らしさというのが戻っていたですが岡田監督は今回のハマチ投手の 昇格について、石井投手の代役ではないと元々昇格させるつもりだったと。このようにコメントを出してるんで。まあ、実際ね。石井投手が抹消になって6人になってで浜地投手が上がってきて、また7人ですから。ですので、人数的には変わらないという形になります。まあ、ですので、先ほどご紹介した安藤コーチのコメントにもある通り、中継ぎ陣の当番具合や疲労具合、それらによって新しい中継ぎ投手の昇格というのはあるかもしれません。ですので、ここではどんなピッチャーが昇格候補になりそうなのか、この点について見ていきますが、やはり一軍経験豊富な選手たちで言うと。小林投手や。 小林投手は昨日の試合でも9回を任され1イニングをぴしゃりここまで13試合登板で投球回は12回3分の2奪った三振13個ということでイニング数以上の三振を奪えているでババ投手もそうですよ防御率はね3.44ではありますがここまで14試合登板で投球回18回と3分の1奪った三振23個ということでこちらもイニング数を大きく上回る三振を取れていますまあやっぱりこの2人は一軍経験豊富というだけではなくロングリリーフもこなすことができますからねまあ一軍のののの現状のそれぞれぞ役割とといいうのを考えていくと ロングをこなせるピッチャーというのは重要。特にこれまでロングも任されていた富田投手が先発調整でその枠が一枚減っていますから。ですので今後ねこういったピッチャーたちの昇格というのはあるかもしれない。まああとは今後楽しみな若手ウアで言うと岡止め投手もそうですよね。まあ、岡止め投手も残念ながらねキャンプでいいアピールすることはできませんでしたが、それでもここまで10試合当番で11回3分の2奪った三振14個で防御率が2.31。まあキャンプ中の実戦ではちょっとねストライクを取るのに苦労する場面というのがありましたが、今ガンガンゾーンで勝負できています。ですので今。 今後考えててもこうういいっったた右ピッチャーというのは楽しみになってくるただですね先ほどご紹介した通り石井投手が抹消になった流れですでに浜地投手が昇格していますですので現状の1軍登録枠は30で今後の新たな昇格で言うと日曜日先発予定の西純也投手この西投手を登録するとちょうど31人になるんですよね ですので、今すぐに中継ぎ陣の入れ替えというのは考えにくい状況。まあ、ただ今週の土日も雨模様なんで、まあ、試合を消化できないという風になれば、さらに西投手の登録というのは後になります。ですので、その流れによってはね、中継ぎ投手の登録というのもあるかもしれませんが、岡田監督のここまでの中継ぎ運用を見てると、基本的には少数制という形、まあ、第一次政権ではね、もっと人数少なかったよと、まあ、こういうコメントも出してるぐらいですから、今後はある程度先発ピッチャーを引っ張る、まあ、そういう起用法もあるかなということで、まあ、今後の中継ぎ運用というのは引き続き注目です。ということで、最後にな いいまますすががこここでで防御率0点台の石井投手が緊急抹消これはチームにとって間違いなく痛いですそして、石井投手の続報も気になる中ではありますが、コンディション不良で2軍で調整続けている岩佐投手に明るい光というのが指しています。というのも先日5月の11日、岩佐投手は成尾浜で3度目のブルペン入り、まあ、ピッチング再開後ね、初めてバッター立たせて50球、変化球も含めながら持ち球全部投げて、ストレートは最速145キロ。で、そのことについて岩佐投手は、球速も結構出始めてますし、投げてる感覚も悪くない、もうちょっとで実践もいけるかなと思いますと。 このように実戦復帰に向けて、自らゴーサインを出しています。で、岩佐投手は続けて、フォークがいいです。だいぶスピードも出ていますし、ダルフォークがいいと。まあ、WBC でダルビッシュ投手から教えてもらったフォーク。まあ、これをね、ダルフォークと呼んでいますけれども、まあ、今後岩佐投手が実戦復帰で、一軍に戻ってくるということになれば、さらにウィニングショットに磨きがかかる。まあ、そういう流れにもなりそうです。で、安藤コーチは今後の岩佐投手について、順調に投げてると言ってたし、状態次第では復帰を決めていく。順調にいければ近いと思うと、このようにコメントしています。まあ、ですので、順調にいけば、岩佐投手自らがゴーサイン出してるという ことも含めて、来週中に実戦復帰。そして、早ければ交流戦前にもね、まあ、一軍復帰というのも考えられるんじゃないかなということで、まあ、石井投手の緊急抹消というのはかなり痛い。そして、心配ではありますが、そこに岩佐投手が戻ってきてくれれば、これ以上ない戦力補充になります。で岩佐投手は今後について、うずうずさというのは増しています。試合で投げたいですし、一軍の試合見てますけど、早く戻りたい気持ちがめちゃくちゃある。慌てずに、しっかりいい状態でやれればと思っています。と、このようにもコメントしています。まあですので、今後の中杉陣は、岩崎投手、岩原投手という精神的支柱を中心にしながら。 昨シーズン大ブレイクした浜地投手や岩佐投手も戻ってくる流れということで、中継陣の絆が試される期間になります。まあ石井投手がいないというのは本当に痛いことではありますが、まあ石井投手にはしっかり治してもらって、まあ、その分ね、中継ピッチャーみんなで踏ん張ってくれると思うんで、ここが最強中継陣の絆の見せ所一体今後どういう運用になっていくか、引き続き注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では石井投手の緊急抹消、そして長期離脱の可能性、 これから一体どういう運用になっていきそうなのか、この点についてご紹介されていただきました。本当に石井投手に長期離脱の可能性が出てきた。これはチームにとってめちゃくちゃ痛いですし、我々ファンとしても本当に心配。ですが石井投手は焦ることなく、しっかり治してほしいです。その分ね、中継ぎ陣が絆を見せてくれる。しっかりそれぞれのピッチャーが踏ん張ってくれると思うんで、これから一体どういう中継ぎ運用を待ってるか、この点も注目していきましょう。皆さんは石井投手の緊急抹消、そして今後の中継ぎ運用についてどう考えますでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者4万2200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者4万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。まずは石井投手の続報待ちになりますが、しっかり直してもらって、また一軍の舞台で石井投手らしいピッチングに期待しましょう。ではまた